皆さん、こんにちは。ジャニー喜多川さんによる性加害問題は、さらなる余波を作り出しています。今、元フォーリーブスの北浩二さんの34年前の告白ビデオというものが注目を浴びています。60年以上にわたり繰り返されてきたジャニー喜多川さんによる性加害。34年前、元アイドルが被害について語った告白ビデオが存在します。1967年から1978年にかけて一世を風靡したジャニーズ事務所所属のグループだったフォーリーブス。解散から10年後の1988年、メンバーの一人であった北浩二さんは、ジャニー喜多川さんから受けた性被害を赤裸々に綴った告白本を出版しました。そして翌年、ビデオでも被害を訴えていました。元フォーリーブスの北浩二さんは、次のように語ります。正直言って我慢しなくちゃいけないという雰囲気に作られちゃって、この人の言うことを聞かないとデビューできないな。実際にデビューさせてやるっていうことを聞いていましたから、この人の言うことを、ジャニーの言うことを聞かないとデビューできないと思っていましたから、と述べています。話はジャニー喜多川さんとメリー喜多川さんの問題にも及びます。北浩二さんは続けて次のように述べます。一番ジャニーに考えてもらいたいことは、メリーにも考えてもらいたいことは、20年間まだ同じことを繰り返しているってこと。僕はそれを言いたい。騙すのはよくねえっつんだよ。子供だけじゃなくて親までも騙してさ。俺が告白しなかったらどうなる？やめろよ。もう繰り返しはやめろよ。そんな北浩二さんはこんなメッセージも残していました。これから新しく生まれる未来ある若手の若い子がまた同じ目にあって、それも親も知らずに、ジャニーズ事務所だから安全だとか、そういうことは絶対ありませんから、それだけは言っておきます、としています。しかし、このビデオは当時、闇に葬られた格好となりました。再発防止特別チームから辞任を求められた藤島ジュリー景子社長はどんな判断を下すのか、会見前はいろいろな憶測が飛び交っていました。ジャニーズ事務所の会見は、9月7日に行われました。34年前、北浩二さんの告発が新聞、テレビに完全無視された背景に、田原俊彦さんの問題があったと指摘するのは、村西徹監督です。2023年9月2日放送の報道特集は、ジャニーズ事務所が設置した再発防止特別チームが、ジャニー喜多川さんによる性加害を事実と認定したことを取り上げました。番組では、最初にこの問題を告発した元所属タレントで、フォーリーブスのメンバーだった北浩二さんの著作や告白映像も紹介しています。北浩二さんの真摯な訴えには危機迫るものがありました。しかし当時、北浩二さんの告発がテレビや新聞で取り上げられることはありませんでした。それにはどのような背景があったのでしょうか。その真相に迫る前に、北浩二さんについて少しご紹介します。北浩二さんは1968年にデビューし、1年連続で紅白歌合戦に出演するなど、1970年代を代表するアイドルとして活躍しました。4人組アイドルグループフォーリーブスのメンバーとして活躍し、2012年、肝臓がんのため63歳で亡くなっています。特別チームは2023年8月29日ジャニー喜多川さんが1950年代から2010年代半ばまで、デビュー前の10代を中心とする多数の少年たちに、長期間にわたり広範に性加害を繰り返していた事実が認められたと報告しました。センシティブな問題なので、認定に至るまでには相当慎重に進めていたことでしょう。広範囲に時間をかけて聴取を行ったものと思われます。その人数については、少なくとも数百名という被害者の数は不自然な数ではないと結論付けていました。あまりの数に衝撃をまず覚え、それをひた隠しにしてきた事務所全体に怒りさえ覚えます。その実態を最初に告発したのが、35年前の1988年11月に出版された北浩二さんよる光源氏へ、元フォーリーブス北浩二の禁断の半世紀でした。報道特集では、告発本は35万部も売れたにもかかわらず、当時新聞やテレビではほとんど取り上げられることはなかったと解説しました。そして翌年9月に発売されたビデオ映像版光源氏へも紹介しました。
そこには本人による性被害の告白が残されていました。内容については先ほど触れましたので割愛しますが、鬼気迫る訴えは自身が被害を受けていなければ話せない内容ばかりでした。一層なぜこれらが取り上げられなかったのかが疑問として残ります。さらに告発本を取り上げなかった新聞やテレビに対しても北浩二さんは不満を訴えていました。光源氏へは確かにテレビや新聞では報じられませんでしたが、雑誌ではその衝撃的な内容を取り上げたことがあります。自身が所属したフォーリーブスや郷ひろみさん、タノキントリオ、少年隊、光源氏といったトップアイドルを育ててきたジャニーズ事務所の社長が所属する若手タレントにデビューをほのめかしながら好意を強要する様子があまりに露骨に表現されていました。当時は証拠を保存すらできなかった時代でしょうから、証拠といえば証言のみです。ジャニー喜多川さんも証言だけなら何とでもなると鷹をくくっていたのでしょう。あまりの衝撃的な内容に取り扱い方も難しかったのではないかと少しの擁護をしておきますが、大部分は取り扱えば自局にジャニーズタレントが出演しないという圧力があったのでしょう。そのような力関係が成立しなければ普通に犯罪行為ですから明るみに出なければおかしいはずです。熱心に北浩二さんのインタビューなどを掲載していたのは昇電社の女性週刊誌美少くらいだったそうです。なぜ告発本を出したのかについて北浩二さんはこう語っていました。覚悟みたいなものはあるんですよね。ここで自分を一度完全に吹っ切ってしまおうみたいな、自分としては落ちるところまで落ちたと思いますしね。これ以上失うものはもう何もない、残っているのは生命くらいなものって感じなんですよ。ええ、遺書ももう書いてありますしね、と述べています。しかしそれから約10年後にジャニー喜多川さんの性加害問題に関するキャンペーン報道を行った週刊文春でさえ、当時の記事のタイトルは元フォーリーブスの告発本に見るバラ族的部分でした。ジャニー喜多川さんを想起させるような言葉は一切並びませんでした。そして記事の最後はこうまとめられています。美少年の宝塚だと思えば事実を詮索するのは野暮というものかとなっています。当時はまだ同性愛自体を取り上げるのはバラ族のような専門誌のみで、一般誌はもちろん新聞やテレビでも扱うことがタブー視されていることがありました。テレビ局の忖度もあったかもしれませんが、1988年といえば昭和の最末期であり、年末には天皇陛下のご病状が毎日トップニュースで伝えられていました。そんな状況でこの問題を取り上げにくかった事情もあると思います。それもあってすぐに雑誌での取り上げ方も変わっていきました。週刊読売1988年12月4日号はジャニーズ事務所の内幕を暴露した北浩二告白本の品格のタイトルで版元のデータハウスについて触れています。出版前からこの本のスキャンダラスな内容の一部が噂として流れ、業界やファンの関心を集めたのです。光源氏への版元はデータハウスです。長戸博之さんの陽子へや松坂慶子物語など暴露本で物議を醸したことのあるちょっと危ないノリが売り物の出版社であると紹介されています。記事はデータハウス社長の宇野義嗣さんの言葉で締めくくられています。ところで本書のタイトルがなぜ光源氏へなのか、宇野義嗣さんはこう言います。人目を引くでしょう。光源氏のファンも間違えて買うかもしれないし、言ってみればそのレベルの本なのであると当時紹介されました。しかしこのようにジャニー喜多川さんのスキャンダルであるにもかかわらず冷めた目で報じている記事が多いのには他にも理由がありました。先ほども触れた報道特集で映像版が流れた際、画面の左上に制作著作村西徹事務所とあります。実を言うとあの AV 監督の村西徹さんが一連の仕掛け人だったのです。ですからほとんどの雑誌は当初からその点に触れる記事が多かったのも事実です。ではなぜ村西徹さんはこのような本を出版するに至ったのでしょうか。村西徹さんが監督したビデオが発端でした。1988年3月に発売された作品の中で出演したセクシー女優が私はトシちゃんと寝たことがあると発言したことにマスコミが飛びつき大きな話題になったのです。
トシちゃんの追っかけだったと話すこのセクシー女優のインタビュー記事は大いに報じられました。田原俊彦さんを抱えるジャニーズ事務所はもちろん黙ってはいませんでした。こうした一連のトシちゃん騒動の中でジャニーズ事務所が一番苦々しく思ったのは週刊ポストであったそうです。女性セブンをはじめとして小学館発行の雑誌はジャニーズ事務所所属タレントに依存する度合いが高いと言われています。その小学館から発行されている週刊ポストがたとえ T なる仮名とはいえ所属タレントのスキャンダルを流すことはジャニーズ事務所から言わせれば明らかに違法行為であったに違いないというのです。その後も北浩二名義で出版したのは光源氏へ再び光源氏へ3みんなで考えようジャニーズ問題光源氏へ最後の警告さらば光源氏へ光源氏ファンから北浩二への合計6冊です。これら6冊がわずか1年のうちに出版されました。1冊目を出版した際に遺書まで書いて臨んだと言っていた割には次々と続編が刊行されたことで売名行為お金のためと言われてしまったのも切実に捉えられない要因だったことでしょう。こんな経緯や思惑があったためテレビや新聞も取り上げにくかったに違いないと思われます。それが今突然大きく取り上げられるようになったのです。特別委員会からメディアの沈黙が結果的に被害を拡大させたと指摘されました。とはいえこうした経緯に触れないというのもそれもまた一方的な報道だと思います。むしろこうした裏事情も報じた方がジャニーズ事務所のやり方を理解しやすいのかもしれません。マスコミ各社はジャニー喜多川さんの性加害と同じようになかったことにしようとしているのではないかと見られてしまいかねません。事実を事実としてしっかりと公正に報道する責務があります。いかがだったでしょうか。今回は未だ収まる気配のないジャニー喜多川さんの問題について見てきました。性加害スキャンダル追及の口火を切ったのは村西徹監督ですが監督の名前がほとんど報じられていません。そしてその裏では北浩二さんの勇気ある告発があります。しかし大きな話題になることはありませんでした。命を懸けて公表した北浩二さんの無念さに村西徹監督は気の毒で仕方がなかったと回想しています。自殺未遂を2回もやっぱりしたんだろうなと思って怒りですよ。こんなのは許せないなと、憤りをあらわにしています。告発当時から30年以上の時が経ち、ジャニーズ事務所が性加害を認め、謝罪しました。しかし、北浩二さんは2012年に肝臓がんで亡くなっています。生前に無念を晴らすことはできませんでした。村西徹監督は、こうちゃん、よかったね。自殺未遂して人生ボロボロになってこの世を去っていったけど、こうちゃんの名誉は回復できたよ。あだを取ってやったよ。頑張りが実ってよかったと天国の北浩二さんに呼びかけたそうです。加えて追及の手をまだまだ緩めないとしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。